ましたが、右脳の3次元の方が圧倒的に多いですね。8割から9割ぐらいはもう右脳3次元があります。中にはですね、左脳3次元とかの選手もいらっしゃって、そういう方はすごく人にない得意なプレーを持っていたりします。このように2次元3次元というのも脳の機能とか部位によって分けているわけです。ですのでご自分の特徴が出てくるわけですね。それを合わせたものが脳スタイルです。で、右脳の方と左脳の方、2次元と3次元で4タイプに分かれているわけです。分かりましたか？ここまでは大丈夫ですか？大丈夫ですか？2次元と3次元の違い分からなかった方、せっかく来たので分からないままではもったいないですからね。はい、ではここで皆さんに質問です。脳の中で司令塔として重要な機能は何だったでしょうか？何という部位だったでしょうか？大丈夫です。初めて。そうです、ありがとうございます。はい、では脳のタイプ何タイプに分かれますかね？何タイプでしょうか？4ですね。今日のところで言うと4です。じゃあその分け方です。どのような分け方でしたかね？右脳、左脳、二次元、三次元。そうです。はい、ありがとうございます。もうこれだけを持ち帰ってですね、皆さん必ず3人の人に話してくださいね。はい、ノースタイルあるあるに行きます。じゃあ4タイプどんな特徴があるかということをちょっと一緒にやっていこうと思いますね。これはすっごく極端な例えなので必ずしもそうではないです。さあご自分の脳を見てくださいね。後から一緒にシェアさせていただきますのでね。ちょうど道を渡ろうと思ったら人が少ない見通しのいい赤信号です。さあどうする？ここはですね、左脳の人です。上と下3次元に